ははいこんばんばです今日はちょっとねあの真面目な話。えー、っとまあ皆さんももうご存知だと思うんですけど、えー、っと今新型コロナウイルスの感染が拡大していって、えー、東京都内でも今日で140人ですか護衛で、えー、感染確認されてるんですけど、えーっとね、あのラズルダズルがある、えー、東京都青梅市でも、えー、今日感染者が 確認されました今までも一人いたんですけど今日のでだから2人目になるのかなで、えー、と発見されたというか、まあ、その感染確認された人がえっとね青梅市の、えー、青梅郵便局の集配配達要はまあそこら辺をこ家具で走ってる方かまあバンとかで走ってる人だと思うんですけどのようなんですよ。それで えーと東京都のこの青梅市の僕がいるところから、えー、郵便局比較的近いですそれで、まあ、今,日今日付で今僕あの日本郵政グループの、えー、ホームページ見てるんですけどそこにまあ通達みたいなやつが、ね、今日の文で載っててでそこにまあ出てるんですよで今それを読んでるんですけどで青梅郵便局はもう当面、えー、休止するみたいで。 えー、濃厚接触者と疑わしい、えー、社員などは自宅待機って書いてあるんですけどまあ、皆さん知ってると思うんですけど、えー、2週間から1週間ぐらいは潜伏期間みたいなのがあってかかってからすぐにはね発症しないみたいなんでおそらくこの配達員の方は、えー、症状が出ない状態でしばらくまあ多めし のの在住の方らししいんんででを、えー、移動してたと思うんですよなので、えー、とまあこの人を起点もしくは他の人がもうすでに起点になってるかもしれないけど、えー、とおそらく感染してる人が、えー、この郵便局の中にもいっぱいいると思いますで当然普段生活してるんで僕なんかが、えー、出入りしてたねコンビニとか えね、食品買いに行ってるスーパーでうちの嫁さんが感染してるかもしれないでそれがまだ、えー、今日の段階だとわかんないですよね、あのー、症状が出るかどうかもわかんないので、えー、なのでですねえー、っとうんまあ今日もですね青梅市とかあきる野の方とかから、えー、シートの、ね、問い合わせとかがあって、えー、現物持って伺っていいですかっていうような、えー、メールが 来てたんですけれど、えー、しばらくねあのー、ちょっと自粛していただいて、えーまあ、詳しい打ち合わせなんかは本当はね来てもらってやった方がいいかもしれないんですけど、えー、どんなに近い方でも極力メールの問い合わせにしてもらってで写真なんか添付してもらえれば。 ある程度、まあ、金額とかこう作業の内容なんかはね説明できると思うので、えー、極力、えー、と接触せずに、えー、打ち合わせなんかを今後しようと思います、しばらくは。あのー、僕んち、まあ、ちっちゃい子がいるので、ちょっと怖いですよね。で、万が一、えー、僕がかかってる可能性もない。 ゼロではないので、えー、とまあ感染をそのね拡大させないようにするためにも、ちょっとしばらくは、えー、うちのお店に来ての対応っていうのはちょっとしないようにしようと思います。で、えっ、ー、とね、うーんまあ、今回のこういうので、あのー、要は、この人起点にもう、多分ある程度こう菌が広がってると思うんですよ。なので、 えとうちの界隈って結構ねバイクのツーリングで来る方多くて、えー、昨日なんかもまあ天気がわりかし良かったんで昨日おとといとかも、えー、かなりの数ねオートバイがバンバン走ってます明らかにツーリング行くんだろうなっていう人でツーリング行った先で寄った例えばコンビニとか道の駅とか、まあ、公衆トイレとかね当然、えー、感染してる方が触った部分には菌がある程度の時間いるので。 まああなんかあの3密にかかってない場所だからって言って気楽に行くとそういうちょっとしたところでまあ金に触れる可能性があるのでえーオートバイなり車なりでえーツーリングだったら大丈夫だろうって言って言ってる方はまあ極力よどこにも立ち寄らないでえドアトゥードアー自分の家のドアトゥードアーで行って帰る。 だったらまだ感染リスクは少ないかともしれないんですけど、えーね、あの道の駅寄ってご飯食ったとかもうそういうのだったら、えー、自分が立ち寄る何分か前何時間か前に保健者の方が来てれば移りますんでうち的にもね多分そうやって、えー、と仕事を、ね、スポイルする部分があると思うんですけど。 まあ今はほらメールとかまあラインとかえーこの YouTube でもダイレクトメール送れたりとかねえコメントとかでえっとそういう接点は持てるのでえしばらくはね本当自粛自粛の方向でえ僕も行こうと思いますえっと多分ね想像している以上に広がってるとは思いますで 僕と嫁なんかも昨日ですね結構過信ちょっとね、えー、都心に比べればやっぱり東京郊外は比較的、えー、感染者が少ないんですけれど、えー、まさかこのピンポイントでこういうふうになるとは思ってなかったのでええー、とねちょっとね、えー、しばらくはほ子供を外に出さないし、えー、なるべく買い物とかも、えー、出ないように。 しようかなと思ってます、はい、あとそうですね、うんとこういう情報って、えっと、このまあ、青梅に住んでる、今回この話聞けたのも、えー、うちの嫁さんのママ友達で、えー、医療関係者の方がいたんですよ。で,そ,でその方結構 あのこういうね情報をまめに収集してる人だったみたいででいち早く教えてくれたんですけど実際その人とかとうちのか、ね、みさんも、えー、知り合いじゃなければ今回のことって知らないままだと思うんでうと知らない人は圧倒的に多いと思うんですよね。なので、えーっとまあ、この動画を見て、えー、情報をるでもいいし。 今後何かしらの情報がね、もっと出てきた場合は、僕のこのチャンネルでも、一応、えーと、経過情報なんかをあ、うん、げようと思っているので、えー、皆さん、ぜひ気をつけて、えー、ウイルスがね、早くいなくなって、楽しい生活が送れるように、えー、願うばかりです。そんなわけで、えー、と今日は一応。 もうこんなどう,でもどうにもならない動画なんですけど一応そんな感じで、えー、と <laughs> ラズルダズルからの、ね、お知らせっていう感じで動画1本あげました、えー、皆さんぜひ気をつけてください